長松俊君。冷静に願います。小長松俊議員。それでは一般質問を行います。よろしくお願いいたします。先ほどから、テリア議員が国連演説のことについて質問をされております。そして今回の議会でおいてもこの質問が数多く出されました。私もこれについてまず知事の政治姿勢として伺っていきたいと思っております。小長知事が第30回国連人権委員会の一般討論において、沖縄の自己決定権や人権がないがしろにされて、差別を受けているとの演説を行いました。その真意についてお伺いをいたします。小長知事。小長松俊議員のご質問にお答えをいたします。知事の政治姿勢についてに関するご質問の中の国連人権理事会での演説の真意についての質問であります。お答えいたします。国連人権理事会では沖縄の人々の自己決定権がないがしろにされている辺野古の状況を世界中から関心を持って見ていただくよう申し上げました。また国際的な人権法や自治権拡大の視点も踏まえつつ、米軍基地から派生する人権や自己決定権の問題について、沖縄県の立場を訴えてまいりました。長議員。それでですね、知事が今回ジュネーブに行って国連演説をするサポートをした、いわゆるこの行動を共にした国連 NGO、市民外交センター、反差別、国際運動、どのような活動を行っているか、ご承知ですか。町田知事公室長。はい、市民外交センターの、さまざまな活動はしていると聞いておりますけれども、詳細には承知しておりません。長議員。これはですね、知事の日程を調整し、さらには、この団体の時間を貸与してもらって発言をされたはずですよ。どういう団体か知らないというのはちょっとおかしいですよ。それは調査する義務があるのではないんですか。発言中は静粛に願います。休憩します。はい、静粛に願います。再開します。町田知事公室長。はい、お答えしたいと思います。市民外交センターはですね、どういうことをやっているかということのご説明です。まず、南太平洋の子どもたちに教育の機会を提供すること、あるいは国連の人権活動の支援と人材育成、あるいは民族文化と人権思想の普及活動、人材交流の支援、等々の活動をしていると承知しております。反戦は反戦もう一つ。反差別国際運動。どうぞ、町田知事公室長。さらに付け加えますと、自然災害の復旧活動などへの資金援助、国内外の市民団体とのネットワーキング、あるいは出版活動を含む啓発活動、そして研究調査活動とだと聞いております。小長議員。この知事はこの NGO がですね、
沖縄人を自己決定権の主体を有する先住民でありですね、日本政府がこれを認めるべきだという活動をこの団体は行っているんですよ。それは団体と認識を共有されているんですか、県は。町田知事公室長、この国連人権理事会では、各国の代表、それから NGO などが発言枠を持っておりまして、今回はその NGO の発言枠を借りて、知事の発言をしたものでございますけれども、その団体と意見が一致しているというわけではございません。委員、じゃあ聞き方を変えましょう。この NGO 団体がやっている、先ほど公室長が述べた活動と、一方では、いわゆる沖縄民、沖縄人、琉球沖縄人をですね、先住民だとして、いわゆる国連の人権委員会で認めさせる活動をして、さらには、日本国に対してですね、それを批准するように、いわゆる活動をやっている団体なんですよ。そこは承知してるかと聞いてるんです。町田知事公室長。議員のご指摘のような、活動をしているかどうかまでは承知しておりません。小野議員、静粛に。問題はですね、静粛に。いわゆる、こういう方々と活動している方々とですね、国連まで同行していって、時間枠を借りて、沖縄県の代表である知事が発言をするということに私は問題がある。そこは知事と随分政治的な、さらには、価値観においてもこれは問題があるなという認識を実は私自身は持っております。じゃあ知事、琉球沖縄人は先住民ですか？そこは否かどうかは明確に答えていただけませんか？怖いな。尾長知事。尾長正俊議員のご質問にお答えいたします。今定例会でもこういうご質問がございました。先住民かどうかという議論は、今沖縄県の中ではですね、議論としては十二分にされているとは思っておりません。私もそういった沖縄県の歴史含め、いろんな形で本土の方々にも、それから国連でも話をしてまいりました。いわゆる1879年に日本に併合されたこと、それから戦争中は大変厳しい環境にあったこと、それから1952年には日本の独立と引き換えにですね、米軍施政権下に置かれたこと、こういったこと等をどのように考えるかというのは、これはもう沖縄県民一人一人がですね、これから考えることでありまして、私自身は先住民というですね、言葉を使って政治をやってきたことはありませんが、ただ、その先住民という言葉に、もし先住民というものを下に見るような価値観があるとすればですね、それはいかんだろうと。やはり世界中に最初に根付いて、そこに文化を持って頑張ってきたけれども、なかなか力を及ばずですね、周辺の方々に、ある意味で、なんていうんですかね、こういうのは合併させられたというような状況でですね、そういう形で生きていくということについて、やっぱりこれについてはですね、小さいながらも尊敬をしているところもたくさんあると思いますので、その意味での先住民という言葉の中身もですね、なかなか簡単ではないと思うんですね。ただ沖縄はやはりそういった意味では全国ではその意味では歴史的にですね、変わったところがございますので、そういった部分をこれからいろんな議論を通じて、今日の議論もそうでありますが、議論を通じてですね、ここのところを深めていくということは大切ではないかなというふうに思っています。議員、今の知事の答弁を要約しますとね、琉球民族は日本に、強制併合され、同化され、土地、文化等を奪われてですね、戦後は重い基地負担を強いられて、差別を受けてきた。そういう時代背景の中で、沖縄のそれぞれの県民の価値観が多様化していって、というふうに私は理解をいたします。それも、そういう側面があると思っています。しかし今私が質問したのはですね、知事はいろんな意味で多様な価値観を県民が持っているということ、それと、沖縄人が、いわゆる琉球人が、いわゆる先住民かどうかは、ここは政治家として明確に、今ははっきりすべきじゃないですか。これは政治的な課題というよりも、沖縄に住んでいる私たち、
沖縄にルーツを持つ私たちの全ての価値観に通じるものなんですよ。そこは政治家としてきちっとした私は答弁をすべきだと思っていますが。小永知事。私が国連に行く前に自民党県連から申し入れがありました。先住民という言葉は使わないようにと。私はそこでも、私は今日まで先住民という言葉を使ったことはございませんと、ですから使うつもりもありませんという話をさせていただいたわけであります。そしてその中で、こういろんな意見があった中でですね、お互いの背後にはそれぞれ考え方が違う人がたくさんいますよと。自民党県連さんもそうでしょうと。自民党の範囲内での右から左までもおられるでしょうし、上から下もおられるでしょうと。そういったような形でですね、それぞれの一部を捉えてですね、それをあなた方の心情とどうするんだと、違っていれば切り離すべきではないかというようなことではなくて、いわゆるやはりそういったものを背景に持ちながらもですね、政治というものはその大きなですね、視野とそれから焦点を合わせながらやっていくということが大切だというふうに思っておりますので、そういう意味でですね、私は今日まで先住民という言葉を使ったことはございません。小永議員。先住民という言葉を使わないということと、いわゆる沖縄琉球人が先住民か、あるか、あるのかどうかというのは、これ別の話ですよ。認識の話ですから。それで、この国連の演説の中で、一つ大きな柱になったのが自己決定権です。この極限憲章、国連人権憲章の中にですね、すべての民族は自決権を有するということがあります。これが、この自己決定権の根拠になっているんですか。全ての人民はですよ、民族はじゃないですよ。どうぞ。民族は、民族はじゃないですよ。自決権とは関係ないですか。小永知事。今厳密な意味での自己決定権という言葉がありましたが、私もこの定例会でももう前にも申し上げましたけれども、自己決定権という言葉はですね、多くの方々がそういった言葉をですね、使うことはよくあります。ですから、沖縄の置かれた環境というものを表現する言葉としてですね、自己決定権。ある意味では、サンフランシスコ講和条約にしても、沖縄県民の意思が全くないまま切り離されたわけでありますから、そういった時に自己決定があればよかったなと、あるいは民主主義国家の中で、この話が通ればよかったなというような思いがあっても、私たちの意のままならないままですね、そういった時を過ごしたということからすると、どういう言葉遣いがいいのか、教えてもらいたいんですけれども、いずれにしろ自己決定権もそういった意味合いからするとですね、私たちにそういうのがあれば、もっと日本国の中でですね、沖縄の立場を説明できたのになというようなことも含めて自己決定権を使っているというふうに思っていただきたいと思います。小永議員。自己決定権という言葉はこれいわゆるこの普通に使えばですね、自分のことは自分で決めるというのが自己決定権なんですよ。市町村や地方自治体が持つこの自己決定権はある意味では行政法や憲法に即した形で、それぞれの制約の中で使うのが、その自由決定、自己決定権ですよ。それぞれの自治体がですね、自分の思うように自己決定を、解釈してですね、それぞれの言い分を言い出したら、日本の国なんかまとまりっこないですよ。いわゆる統治国家じゃなくなるわけです。そこで、社大党委員長がですね、糸数恵子さんですよ。彼が国連に行ってどういう発言をしたかをちょっとここで披露いたしたいと思います。これ、昨年の8月の9日に国連人権差別委員会、先住民会議国際会議に出席して、琉球民族を代表して発言した内容なんです。在日米軍基地の沖縄駐留によって、沖縄の土地は接収され、異民族である日本と米国によって、ここですよ、異民族である日本と米国によって歴史的な差別を受けていると報告し、自己決定権の回復が必要だと述べたんです。そして帰ってきてからの記者会見で、どういう会見をしたかというと、琉球人は日本政府によって併合され、祖国琉球王国の滅亡から始まり、今日まで継続して土地の強制収用による差別を受けている。私たちは1879年の琉球処分以来、日本政府に101年間、アメリカに27年間、合わせて128年間もの間、抑圧され、異民族の日本と
米国の元に領土を支配され、差別的な都市の強制収容が続いている。このことに対して沖縄県民は自己決定権の回復を強く望んでおり、この会議に出席したわけです。辺野古移設についても民意の8割が反対し、基地、新基地は作らせないとする民意を無視して土地も海も奪い、埋め立てを行おうとしていることに県民は怒りを持っているでした。以上が要約した形での糸数議員の自己決定権を求める理由なんです。尾中知事の価値観と歴史認識も私はこれ、寸分も変わらないと思っているんですよ。今回で答弁してきた知事のこの国家、国連主席の理由とですね、同じ理屈付けなんですよ。この発言にどう知事、思われますか。尾中知事。お答えいたします。糸数委員長の発言を私がどうこうということはございません。なぜかと言いますと、私を支持している方々にはいろんな考え方を持っている方がおりましてですね、先ほど申し上げたように自民党も大変幅広い政党でありますから、幅広いところから支持を得ていると思いますけれども、そういう意味からするとですね、この幅広い中での考え方が一つそういうふうな考え方で話される人たちもいるという思いであります。ですから、今、歴史的にそういったものが民族的に虐げられたのではないかというようなこともありますが、私はただ客観的に、この1879年に日本に併合された。これは、併合でなければ何かということもまた言ってもらわなければいけないんですが、サンフランシスコ講和条約で日本の独立と引き換えに切り離された。これも認識が違っているんだったら教えてもらいたいわけですよね。そうするとその客観的に言うことを誰がどのように料理するかというのは右も左も関係ないわけでですね、歴史を勉強すればそれなりに皆様方のような考え方にもなるでしょうし、糸数委員長のような考え方にもなるでしょうし、これについて私がですね、集約してですね、話をするということはこれは適当ではないと、このように思っています。それとですね、ニューヨークで行われた同じように糸数恵子議員が国連で行った演説ですよ。私は沖縄戦争の参議院です。琉球沖縄の先住民族を代表して国連において演説を行います。これは光栄に思いますねと。そしてですね、この権利は宣言三条の自己決定権の一種の施行の形態です。そして琉球民族の多くが反対する基地建設を強行することは、意思決定に参加する先住民族の権利の明白な違反であるとともに、国連宣言三条条の軍事活動の禁止にも違反します。私は日本政府に対し、琉球沖縄の先住民の意見を尊重するよう要求します。最後に、私は参議院議員として引き続き国家レベル、地方レベルにおける先住民の権利の履行に尽力をしてまいります。議長ありがとうございます。こういう認識で、いわゆるこの活動を行っているんです。問題なのはこういう NGO を行っている団体と一緒になってですね、他県ですよ、ましてやこの団体は沖縄の誰の許可も得たわけじゃないんです。一方的に沖縄をいわゆる糸数恵子さんも一緒になって先住民と決めつけているんです。そしてもう一つの問題はですね、この NGO は先ほど言ったように勝手に沖縄人を先住民たち扱い、国連に認めさせた他県人なんです。背景にはブラック解放同盟の差別運動があります。一方ではですね、新左翼旧民革命ドンの理論をもとにして日本の労働者階級が豊かになりすぎて革命の主体にはなり得ない。旧民と言われるのは誰たちかというと、アイヌ民族、在日韓国人、朝鮮人、沖縄人がそれにあたり反日闘争の活動家を生み出す貴重な人材源になれるので、旧民革命の先兵として使おうとするイデオロギーを持って活動しているこの団体なんです。これは県民の地位を著しく私は毀損をしているし、県民を見下したですね、馬鹿にした発言だと私はこのように思っております。こういう NGO の皆さん方と一緒にやって行動を共にしてですね、国連に演説をしに行く、その行為が私は理解ができないんですよ。そこはどう思われますか。訂正に願います。尾中知事。
今紹介されたことはですね、今初めてお聞きをするわけでありますけれども、私たちの背後にはですね、先ほど申し上げましたが、いろんな方々がおられます。6月にも、ある意味で、自由民主党のですね、勉強会で沖縄県のことをですね、あのように発言する方もおられました。そういうものをですね、それぞれが責任を持てという形になるかどうかですね。ですから、そういったいろんな考え方がある中でですね、その沖縄が今日置かれている状況をですね、多くの方々にご理解いただくというような手法をですね、この取る場合に、そういったチャンスがあった場合にはですね、それを、まあ、お借りをするということはあるわけでありますが、まあ、しかしながら、これが、そういった考え方でですね、私は世の中に発信をされているとは思ってませんので、その意味で、私たちの背後にはですね、いろんな方々の意見があります。そういったものも、一部ですね、吸収しつつ、大きな目標のために頑張っていくというのが大切ではないかと、このように思っています。長議員、この件について最後に提案をいたします。ですね、これ自己決定権を認めさせるということになればですね、このいわゆる NGO を含めて日本政府に今この批准を求めているんですよ。沖縄が先住民として、先住民として認められたら自己決定権がついてきます。で、これが私は基地を阻止する早道じゃないのかなと思ってますので、知事が言う論理で言うとですよ。ですから知事自身がですね、日本政府に対して批准を要求する。沖縄の自己決定権をそして認めさせる。それが私は早道じゃないかというふうに思っておりますけれども、まずこれをやってみたらいかがですか。そして、沖縄県はもとよりですね、日本社会を巻き込んで、沖縄人が日本人であるのか、それとも先住民であるのか、ここまで来ると歴史や言語を含め、日本の異民族支配と植民地の琉球王国を復活する独立論までですね、沖縄社会のすべての価値観を問う総決算が私は必要だと思っているんですよ。沖縄県のトップの知事がですね、自己決定権を要求する以上、こういう議論が私は県内であって叱るべきだと思っているんです。そういう上に立って自己決定を要求していかないと。ですから日本政府に対してその要求をする意思があるか。休憩します。再開します。尾長知事。私尾長雅俊議員の質問を聞きながらですね、思うんですが、まあ、福州市とも那覇市は30周年を超える交流がありますけれども、大体3年に1回行くか行かないかなんですね。それで、まあ、福州との交流などもやりたいという話をしますとですね、長崎県知事は5回も6回も来てますよと、年間ね、佐賀県知事もこう来てますよと、沖縄は3年に1回じゃないですかと。ところが年に5回も行くところはですね、独立の話にはならないんですよね。なんでね、何回もね、行くような県知事がね、爆買いをね、東京へ行って中国人いらっしゃいというね、日本全体でいうの中国の観光客をね、受け入れようとするところでね、中国の属国になるつもりかという人はいませんよね。沖縄だけなぜそういうふうに近づくとですね、そういうことを言われる原因がどこにあるのかですね、これも教えてもらわないとですね、今のようなものに答えるとなかなか難しいんですよ。だから沖縄のことはとても機微に触れるようなものがあるもんですから、これをいわゆるみんなでですね、包含をしながら物事を進めていかないといかないわけで、私は今日の朝のニュースを見たらもう爆買いがですね、少なくなって寂しいというような話をね、日本国中の人が話をしてるんですね。あ、いや、中国の属国になるという意味なのかなというふうに考えるとは思いませんが、そんなふうな考え方からさ、みんなそういう考え方になってしまってね、理屈としては通れないんじゃないかなと、このように思っています。野田議員、この原点は何かというとですね、知事、沖縄の中には、今、先ほど論をしているように、先住民だとか、日本民族じゃないという意識、そういうのが停留にあるからそういう議論になるんです。長崎とその辺でならないようなそこが違うんですよ。ですから日本人なのかどうなのかを議論する必要があるということなんです。まあ、時間がありませんから先に進みます。質問のあれを飛ばしてですね、まず知事方面について伺います。知事、最近出版されている、新政界往来という週刊誌がありますけど、ご承知ですか？月刊誌ですね。すいません。休憩します。
再開します。尾長知事。小さい頃から政界往来というのはうちの親父が読んでたものですからね、政界往来という本は知ってますけど、真がついたりすると、その間ずっと継続している本なのか、あるいは全く別系統から来ているのかですね、分かりませんので、今、分かるとも分からないとも言いにくい立場であります。尾長議員、これ日本経営者同友会の下地恒夫会長という人が、いわゆる関わっている本ですけれども、下地恒夫会長はご存知ですか。尾長知事。はい、存じ上げております。尾長議員、週刊誌、月刊誌のですね、政界往来の10月号に下地会長の回顧録が載っています。知事訪米時におけるワシントンにおけるですね、最高レベルの要人との会見のお膳立てをしたと掲載されております。それはその通りでしょうか。町田市公室長。知事訪米時の面談につきましては、沖縄県のワシントン事務所とそれから外務省を通じて調整をしております。尾長議員、その本の中にもですね、知事は訪米にあたり下地衆議院議員に要人との会見のセッティングを仲介を頼んだということになっておりますけど、そのいわゆる根回しを行ったのは上田知事ありませんか。そういうふうに載ってますよ。上田副知事。集会ということは月刊です。集会ということは頼んでおりませんし、またその面談というよりも、失礼しました。はい、失礼しました。ワシントンポストの社長があるホテルで挨拶をしたいということでありましたから、それは以前にこの下地会長さんは宮古まで連れて行って、それをやったぐらいの親しい人ですから、ワシントンポストのそのオーナーが、お会いできますということですから、ホテルのロビーでお会いしていただけるという段取りはしました。尾長議員、今回の訪米時の重要な役割を担った方ですので、この下地恒夫会長はですね、訪米成果は、ある意味では、下地氏の介在がなくして、私は成し遂げられなかったと言っても過言ではないと私は、そのように思っています。そして、知事の内容と私なりの調査、私も調査をいたしました。そういう中でですね、上田副知事が水面下です。盛んにこの下地氏とお会いして根回しをしたと。本人もそう言ってますけど、どうですか。上田副知事。お答えいたします。下地会長、恒夫会長さんは、私は正直言って、下地代議士から紹介されておりません。那覇市議会のある議員からですね、紹介されて、初めてお会いをして、その後でいろんな、会合をしているうちに、自分もよく知ってるよという話になりまして、それだけの話でありまして、下地代議士と会ったというのは、この件に関して会ったというのは、一度もありません。尾長議員、それでは UFJ の関係でですね、副知事が出張する際に、下地氏も同席をして、UFJ 関係者とお会いしているという事実もあり、USJ 関係者も同席しているということですか、それは事実ですか。上田副知事。はい、お答えいたします。下地代議士が同席したというのは、一度あったかもしれませんけど、それは、官邸からですね、そういう話が伝わっているということであって、その官邸に行って、泉補佐官から、そういうことで、森さんという方が、下地代議士の部屋にいるので、そこで会ってほしいということで、会ったことは事実であります。尾長議員。私が承知している状況では、上田氏が、いわゆるこの、USJ に行く時にはですね、常に下地氏が同席をしているというふうに私は聞いております。そこで、知事はこれまで下地衆議院議員のことをですね、カメレオン政治家で信頼ができない。これまで同氏の政治力を一度も借りたことはない。協力をしたことはない。協力を求めたこともないと。公の場で公言されてきましたが、同氏への評価は、ある意味で、改めて関係の修復を行ったんでしょうか。そこはちょっとお聞かせいただけませんか。尾長知事。お答えをいたします。去年の暮れからですね、新年にかけてですね、国会にお伺いをしても、自民党の国会議員はお会いしてくれませんでした。
その中でですね、まあ、下地代議士はですね、毎回、そういう意味からすると、お会いをしていただいてですね、そういう中で、いろいろ国の情勢もですね、彼から聞いたことは、事実であります。まあ、今日までの経緯は、那覇市議会でも私はいろいろ話しているとおり、政治的には同じ立場にはなっておりませんけれども、それでも、まあ、彼が、衆議院議員に出るときはね、自民党はその時24名ぐらいいましたけれども、少数派の5名でですね、下地さんを担いだこともございます。その後いろいろ大胆な発想と大胆な行動でですね、ありました。ただ私とは立場が違ってましたので、そういうことで、今日まで、一緒にやることはなかったんですが、まあ、今回、そういう意味では、自民党県連の国会議員がですね、ある意味で、間に入ってですね、やっていただくことが、少なくとも4月ぐらいまでなかったものですから、その情報は、菅さんと同期の立場だという下地さんからですね、ありました。しかし私が下地さんとお会いしたことはですね、ございません。ですから、そういったような形で上京する場合には、まあ、上田副知事がですね、いろんな分野で、話をしてきましたので、その時に、まあ、ある意味で偶然いた場合もあるでしょうし、どういう形であったかわかりませんが、いろんな分野でですね、政府との意思の疎通という意味ではですね、ご尽力をいただいたなというふうには思っております。長議員、知事法ページでですね、これ、下地会長とのいわゆる経緯をちょっと私の方で報告しています。オバマさんにお会いさせてほしいということで、国際大学の前泊教授が下地さんに依頼をしてきたそうです。で、このルートで、やってました。だけども、なかなか返事が、いわゆる、この、折り合いがつかなくてですね、このルートは締めたそうです。その次に下地会長は、この件を上げた知事に話すとですね、何としても実現したいということで、積極的なアプローチを受けたと。訪米の際、オバマ大統領の親書を知事が、ワシントンに持参するようにと、上げた知事に進言し、役職を取り付けた。しかし、知事再度は、その役職を保護にして、小中知事は親書も持参してこなかった。その時の釈明はですね、オバマ大統領への親書については、米国大使館を通じてケネディ大使より、大統領へ届けるめどが立ったと弁明をしてみせた。事実、これは事実ですか？米大使館との約束があってですね、親書が届けられなかったということですか？休憩します。再開します。上田副知事、お答えいたします。確かに先ほど紹介、申し上げましたように、私が下地会長を紹介されたのは別ルートでございました。そういう話し合いで、下地さんという方から電話があって、そういうことで自分はオバマさんとも親しいよ、先ほどのワシントンタイムズの社長とオーナーと、ワシントンタイムズオーナーとオバマさんが親しいので、それで自分は会えるよという話があったんですが、それでお願いしたんですけども、いろんな意味で考えますと、やっぱり知事の親書というものはですね、やはり正式なルートから行かした方がいいんじゃないかという最終的な判断でありまして、それを取りやめたというのが本音でございます。いや、私に聞いてるのは、米大使館とそういう話し合いがついて、要するに親書を持っていくことをやめたという発言があったということですから、それはその通りかと聞いてるんですよ。上田副知事。いや、お答えいたします。まだその時点ではですね、ケネディ大使とのですね、面談は、はっきり確実に、確定しておりませんでしたので、そういうことはないと思います。小中議員。いや、これはですね、知事が訪米する直前まで日程がなかなか決まずに、これ難航したんですよ。新聞でもそういう報道がされてました。そういう中においてですね、いわゆる、オバマ大統領との日程については、模索したはずですよ。しかしながら、お断りする理由、下地会長が親書を持ってこいと言って、お断りする理由にそれが使われたということですから、どうなんですかと聞いてるんですよ、私は。静粛に。休憩します。
静粛に願います。再開します。上田副知事。お答えいたします。実はですね、そういう話があって言ったんですけども、それからワシントンの駐在員の方々もいろいろ話を聞きましてですね、そしてやはり信書というものは県と行政と行政の問題でありますから、やっぱり正式なルートで行こうということで皆さんで話し合いまして、行く前からそういう疑問を投げかけておりました。それでそういうことがあるもんですから、行って現地の事情もみんな聞いて、それで最終的に知事が判断をしてやっていこうということになりまして、そういうことになったということであります。小川議員、静粛に。ですね、これ水かけ論になってますけれども、いずれにしろこのワシントンにですね、今回知事が行った際に、先ほどから出てますようにワシントンポストの CEO フレデリック・ライマン氏、そこには信書を届けてるんですよね。尾長知事。はい。何かこういろいろ時間的なものもですね、こう噛み合わない形で今話がされているような感じしますが、ワシントンポストは私が状況じゃない、ワシントンに行く前にですね、一面に取り上げてですね、記事にしていただきました。そういったようなこともあって下地さんから、そのワシントンポストの CEO は20年来の友達だからというようなものを、先ほどナンシー会議員からという話がありましたが、紹介をされましてですね、ワシントンポストのオーナー CEO とですね、お会いするということになったわけです。それで、普通のホテルでですね、ロビーで、通訳の女性の方がおりましたけれども、ほぼ5分ぐらい話をしまして、中身のある話は全くございませんでした。いわゆるまたいつかお会いしましょうねというぐらいのもののですね、話をさせていただいて、ああいう形で写真を撮られたというふうに思っております。ですからそのラインで、物事がですね、動くとかそういうことではなかったというふうに思っています。長議員、今私が聞いてもいなかったワシントンポストの CEO との写真の話も出ましたけれども、お会いしたということがこれで明確になりましたよ。知事の写真の話をされますから。それとですね、それで、それと、帰国後、下地会長、ワシントンで知事と自民党大物議員と帰ってきてから会食しようということで、このいわゆる約束をしたそうですよ。それで、その、セットするのに秘書に連絡を入れるとですね、知事は自民党幹部とは会いませんと。県もほろろな対応だったと。頭越しで取り付く島もなく、この対応の終わらずに愕然としましたが、急な取り直してですね、直ちに上田副知事にそのことの顛末を告げて、その対処策を求めたが、今日まで返事がないままである。上田副知事、県の対応はどうなってるんですか。上田副知事。はい、お答え申し上げます。正直言ってですね、自民党の議員と会わないと言ったという秘書の対応じゃなくてですね、下地会長がどういうことで皆様方にお話を申し上げたか分かりませんが、知事の日程が取れなかったことは事実なんです。それであったもんですから、じゃあ改めて知事の日程を取ってやりましょうかということと、もう一つあったんですね。他の方の話もあってですね、その二つをまとめて私に話したんですが、それも今対応されてないというのは、もうこれからですね、その後、知事の日程が具体的に取れて、下地会長さんからもその後以来、再三再四来たというわけではありませんので、その話一回切りでですね、いろんな意味でですね、話がですね、行き違いになっているというのが現状であります。長議員。官邸との問題をですね、いわゆるこの上から目線で、うんぬんというコメントもかなり出てきました。私がここで問題にしているのはですね、このような度重なる比例選抜の上から目線の対応を見るとですね、一時か万事、県の中枢でこのような対応がなされているのではないか。で、これは、やっぱり県政府って問題なんですよ。ですから、ここを今私は正そうとしているんです。
上田副知事。お答えいたします。私はですね、その後、下地氏とはですね、沖縄にいらしたときにですね、先ほど紹介をしていただいた議員とですね、夜夕食を含めながら2時間ぐらい話もしてですね、話もしておりまして、その時はそういう話はありませんでした。ですから上から目線だとかですね、そういう話での感覚は持っておりません。議員。時間がありませんので、ここでですね、私も構えていっておかないとならないのはですね、下地氏のいわゆるメンツが潰された前々の話ではなくて、沖縄の品位やいわゆる人の道を踏み外さないような最低限の品格を私は実は問うてるんですよ。そこは私自身も憂いております。国際関係をいわゆるこの欠落させるようないわゆる問題があればですね、やはりこれは沖縄県の損失になりますし、そこは明確にしておかないといかないというふうに思っております。最後にですね、このようなロビー活動を行うには私は多大な費用がかかると思っています。この費用の捻出についてはですね、大変これは疑問が残りますよ。ロビー活動には私は一般的に考えていると相当な費用がかかるものと認識をしておりますので、ここは次に回します。以上です。ありがとうございました。